はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021ライブ配信始めていきたいと思います。今回は2009年の夏競馬終盤ですね、から秋競馬に入るところをやっていきたいと思います。はい、いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。はい、YouTube やっております。この動画のアーカイブ2日後、11月2日にアーカイブ配信予定です。ぜひ見てください。プレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This Live アーカイブ、アップロード My YouTube チャンネル、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch の、TwitterX アカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいね、グッドボタンお願いします。TwitterX、プリーズビジット&アカウントフォロー、リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。今回8月4週ということで、なるほどね、シーザースターズが強いのか。本物椿が勝って、これで何勝だったっけ。 G1 8勝あげたんだっけ。まあ、8勝を挙げた馬については優先順から外して、で8勝を挙げてない馬に関しては勝てるレースを選ん優先的に選んで走らせていきたいと思います。さあ、マノジュピターは確か8勝を挙げたんじゃなかったっけな。もうすでにどうだったっけ。ギフトエニスか。ただやっぱり寿命がちょっと心配ですね。見てみよう。このフォーエバートゥゲザーが強敵だと思います。レースです。アリントン競馬場 G1 ビバリーディステークス芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアマノジュピター。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアマノジュピター花に立ちます。その後ろからはアプスリボーン、この馬も上がっていく構えです。さらにはアルーリングシエラ、2番タイディングスハード、その後ろ先手を取ったのはアマノジュピター。これに続くのがギフトエニス、これに続いてジュリエドレス、内からはカーディナルスラム、青の帽子イルドシーン、その後ろすぐ後ろにフィアクラン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。デイムセイバー、そのうちに続いています。その外にキーナーバーガー、その後ろにウォルドカマー、その隣にプロビソ、しんがりからフォーエバートゥゲザー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。依然として11番アマノジュピター、この馬がペースを作っています。リードは1馬身から2馬身アルーリングシエラ、それに続いています。少し間が空いてジュリエドレス、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてアマノジュピター。アマノジュピター後続を引き離す。ジュピターとフォーエバーと現在ギフトエニス、ね、正反対のあれになってますね。内からでもこらえてるな。もうかわされた。残り 200m を通過して日米王者の争いだ。ギフトエニス先頭だ。後方から一気にフォーエバートゥゲザー、先頭はギフトエニス、1着でゴール、2着はフォーエバートゥゲザー、
3着に天のジュピター、勝ったのはギフトエニス、見事な勝利です。明らかにちょっと衰えが見え始めてる感じですかね。アリントンミリオン、天の iPod です。一番人気131、ライバルはジオポンティ、コートビジョンあたりですね。この辺との勝負になってまいります。レースいきましょう。アリントン競馬場 G1 アリントンミリオン、芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。花を切ったのはデピティギャレイ、続いてキャピタルキルデア、この馬も前へ、さらにはタイディングスサンタフェ、最強王者アマノアイポッド、その後ろデピティギャレイ、先手を取りました。少し開いてハーベストソネット、並んで12番グリーシャンスピードウェイ、すぐ隣にジオポンティ、これに続いてソフトリーフィーバー、内からはカッターミネソータ、赤の帽子ドージングトレボロ、その後ろその外にニトロアンブレラ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。バータースピリッツ、そのうちに続いています。その隣にドライヤードデューンス、最後方にコートビジョン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から G1 馬デピティギャレイ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはタイディングスサンタフェ、少し間が空いてハーベストソネット、並んで栗色の馬体キャピタルキルデア、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番デピティギャレイ、2番手はタイディングスサンタフェ、間を挟んでグリーシャンスピードウェイ、3番手アマノアイポッド、まだ動きません。ちょっとアイポッド後ろすぎますね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 ジオポンティ先頭だ。しかし残りわずか。これではちょっと後ろすぎる。ピティギャレイ、ジオポンティ差を広げる。ジオポンティ1着、ジオポンティ3着争いがやっとだ。ピティギャレイ勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。ジャンロマネ賞アマノハウルです。一番人気126、111のトライバルサイトが2番手っていうとこですね。勝ってほしいな。展開的にはそんなに有利だと思わないけどね。レースです。ドービル競馬場 G1 ジャンロマネ賞、芝 2000m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争いスペシャルボックス、前に行きそうです。アリーグオブザイラウン、それに続いています。さらにはペタードヌーベル、 G12 勝トライバルサイト、その後ろ先手を取ったのはスペシャルボックス、内からはアワーオブターン、その外からコンポージャーイブニング、アマゾンがアマゾン、そのうちに続いています。メインアーバン、それに続いています。プティットドラコーン、すぐ後ろオレンジの帽子トロットアビシニア、その後ろ内からはダムハイペリカム、並んで5番ランナーズエビス、サムタイムサプライズ、この馬もこのグループ、すぐ隣にインズキーボックス、アマノハウル、後ろからその隣にエクセラーハイペリカム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から G1 馬ペタードヌーベル、レースを引っ張ります。その横にアリーグオブザイラウン、さあ先頭はまだ7番ペタードヌーベル、
ア・リーグ・オブ・ザ・イ・ラウン、ほとんど差がありません。コンポージャー・イブニング3番手、6番アマン・ハウル、まだ後ろ最高ですね。ハウルはまずい。あ、でも追い上げてきた。ア・リーグ・オブ・ザ・イ・ラウン一気に来た。あと 200m 先頭は変わって、先頭を伺う。しかし後続の先頭に立ちましたね。2番手はペタード・ヌーベル、アマノ・ハウル今ゴールイン。段違いの強さです。戦です。鮮やか。3着にサムタイムサプライズ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノ・ハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。10個目か。そして北九州記念です。ブラックキャビアが2番人気、山のヒーロー4番人気、1番人気はエイシンフォワードですね。エイシンフォワードとブラックキャビアの一騎打ちじゃないかなと思います。ドワクか。他スリープレスナイトラもいますんで、なんとも言えないですね。先方どうしようかな。前に行く馬多すぎるよな。まあ、とはいえ差しはないんで、2人とも先行で、2頭ともダイジェスト。小倉 G3 テレビ西日本賞北九州記念、芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。エイシンフォワード先頭、前に迫るブラックキャビア。エイシンフォワード出まる。強いな、エイシンフォワード。ブラックキャビア、エイシンフォワード、わずかにエイシンフォワード体勢有利。僅差ですね。うん、取りたいですよね、2頭とも。札幌記念です。4頭出し、その中4番人気までを占めております。その中でも1番人気は天の世界に花、それから天の小泉、これは金札確定してたんじゃないかな。クラブは3頭出てますね。なんかすごいことになってます。ポップロックとかもういいよな。東証シロッコとか。さあ先方です。2番人気以降は先方選べます。小泉別に差しでいいや。アテネあたりもあれだからな。シャメールを先行策、いやでもこうかな。むしろダイジェスト、札幌 G2 札幌記念、芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。天の世界に花先頭、2番手は天の小泉。天の世界に花先頭、天の世界に花1着、2着は天の小泉、3着に天のシャメール。これが G1 馬だ。天の世界に花4着まで、4着までを独占しましたね。G1 19勝馬、置き座レベル5になってます。吉田豊は2、4か。刀アテネはもうピーク過ぎてたからな、厳しいですね。さあ海外は4頭です。セカチューもブエナビスタはダメか。ブエナビスタ失敗。あでも淀川もう 5だからそのまま走らせてんだ。気持ちいいと春日はまだですので、この辺は取らせたいですね。国内は金ランドカップなどがありますが、いいですねハウル。うん、あとは従業員宿舎とトラックコース、トラック行こう。
ット得るようになったら何が有利だっけ。今4人しかいないんだよな。角馬場ってなんだ。やっぱり温泉じゃないかなと思います。エニフ、精神力も大事。スタッフを配置しましょう。はるか、あとは集団バモンか。圧倒魔がすでに配置されている。論議場だから3つしかないんだっけ、ジュピターってまだ7勝なんだ。厳しく、だんだん厳しくなってきましたね。大阪杯取れたのは良かったんだが、まあ一旦放牧してローテを確認しに行きましょう。なかなか厳しいな。ここまではすごいよくって、あ、これあとリーチかけていけるかなと思ったんですけどね。さあ、ポニョ、ブエナビスタがデルマオクスン、初音ミクですね。ラッキースターローズステークス出すんだ。ん？ダート馬じゃない。あ、両方いけるのか、この馬。18はまあ大丈夫ですね。なんで、ローズステークス別に問題はないとは思いますが、でも、まだ重賞取ってないんだよな、この馬。ニコニコはセントレジャーか。ニコニコは、二冠馬？二冠馬ですね。ただ海外で取ることができるかどうかは分からないですよね。投資を、投資はまあいいんだけど、あ、でもまあ万世だからな、調子かな。ハニカミ、ハニカミは早熟か。ちなみに調教方針は、C だったらもう距離適正重視に変えてもいいかもね。セントジェームスパレスで G1 取って4勝になりました。あと4勝か。果たしてハニカミ間に合うかな。愛情感はないわな。ちょっと今スプリントカップだから、下手すりゃ9月の3週でもいいぐらいかも。マイル戦とか全然大丈夫ですけど、椿が先登録しちゃってんのか。まあ武豊かでいい。あ、でもさ、これニコニコだっけ、ニカミか、B
け。まあでもマイル、スプリントかマイル戦だもんな、普通に考えては。ヒーローはスプリンターズ？スプリンターズじゃないよな。あ、でも休ませて、でも休ませた後にどこに出るか決めないといけません。まあ短距離戦だろうな。でもスプリンターマイル戦なんだよな、短距離戦っていうよりは。まあ、ここでもいいんだけど、初音ミクがいいのか。この場合はドロロが出る。ドロロ？ドロロって、ああ、でもドロロはここは規定路線か。ああ、ダートも行けるんだ。ダート走らせるのはありかもね。日テレ杯、まあオーバルでもいいけど、ここもありかな。オーバル行きましょう。で、周報告させましょう。それは次はシリウスステークスか。距離は大丈夫なんで、これで OK です。で、椿って今何勝？椿が、あ、そうだ、8勝あげたんだ。じゃあ車の8勝で、これは良かったですね。これ椿、あの好きなレースに出ることができます。で、イナーバウアーがまだ2勝だな。フラワーボール被ってないレース、被ってない。春日が今週ですね。春日は4勝、イネループがまだ1勝もしてない。あ、この辺はあのどうこう言ってられる問題じゃないですね。まずはG3 クラスを突破しないとどうしようもない。キャンキャンが、でも厳しいな。スパーキング取ったとはいえ、まあ、確率1から上げないとどうしようもないですね。フェイトもそうだけど、ゲート戦記はこれであの8勝か上げることができましたんで、うん、でも調子落ちてるんだ。いや、でもまだわからないけどな。ウォーケンブルース3調子上がってますね。ソードアーサーで2勝目を上げております。確実に調子上げていきたい。の風は正直厳しい。キンランド？キンランドじゃないような気がするが、ダイワスカーレットは15勝です。ただもうあのちょっと調子自体に不安があるんで、しかも今年いっぱいなんで厳しいと言わざるを得ない。で、ブログがバーレン大賞か。この後放牧ですね。ブログは9勝なんで、切り札確定です。アミーゴは12勝か。起点か。まあ、別にいいんだけどな。一層挟みたいな。一層挟むとしても10月を1周以降ですけど。誰？あ、まあ強い馬なんだ。上り馬ですね。あ、でもダートか、この馬。あとはこれか。まあハニカミ出てるからここは無理。これ勝ぐらいかな。キングジョージ、あ、ステークスか。となるとちょっと落ちますね。
だとダメなんで、まあアミーゴはでももう5歳だしな、アミーゴもな。まあ春秋天でいいや。ノートレがサマーチャンピオン。今週ですね。セカチュウは何勝？13勝か。パーソナルエースね。久しぶりの G1。アテネは高塚ですが。オルカマあたりかな。まあいいかな、オルカマあたりでは。京都大商店かな。一勝です。もう確実にあのスプリント、しかも世界最強馬決定戦なんかもあるんで、そこを狙いに行きます。2週分、あ、え、嘘だろ、国内返さないとダメですね。あ、セントールがある、返しましょう。まあ、誰も出ないんだったらこのまま出しちゃっても構わないですよね。あ、間違えた。は今6勝か。寿命があとどのぐらい残ってるかですね。調子はいいんでどんどん勝ちにいってほしいですが、チームのレースもあるんでね。シーククラシックか。まあとりあえず一周放牧だろうな。世界に原はオールカマーです。オールカマーか。まあでもオールカマーだろうな。19勝上げてますね。金引きりはすごいな。ドボードを狙います。勝ちたいんやが南部杯入って10月か。正直地方じゃないと厳しいですが、シャメール、シャメールは一勝もしてないのか。実ぐらいが欲しいよな。シャメールこそオールカマーなんだけどな。3周年です、シャメールは。まあしゃあないですよね。一周放牧、あと金引きが残ってたか。金引きには違うわ、ウッドウォードだ。うん、一角か。え、
気持ちいいって何勝だっけ。一番6勝か。凱旋浅田真央だ。バレリーナステークス、刀春日です。一番人気ですが、118、110の馬が多いかな。決して安心はできないってとこでしょうね。ただ先方は先行策有利です。レースです。サートア競馬場 G1 バレリーナステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサウスジェットスカーレット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサウスジェットスカーレット鼻に立ちます。その後ろからは片野春日、この馬も上がっていく構えです。さらにはアルーリングブロンド、2番フルートチャイムス、その後ろ先手を取ったのは片野春日、これに続くのがハイエストグレイン、内からはスポーティングパンテオン、さらにはシンフォニーマルグレーテ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は片野春日、片野春日さらにリードを広げます。2番手はアルーリングブロンド、フルートチャイムス、3番手さあ片野春日、このままどうだろう。後ろから来られてるが、その後ろの人気馬はそんなに来られてないですけどね。先頭後続とは3馬身以上、いい感じではありますが、さあ持つか。後続を大きく引き離し、さあつまらないや、勝った。先頭です。このまま押し切るか。逆に引き離した、強い。片野春日今ゴール、段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ましょう。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。2連勝か。いいえ、大舞台やりました。パーソナルエースステークス、天の瀬家中一番人気、120トップではありますがね。瀬家中って金札取ってるんだっけ。まあでもそんな、あでも取ってるね、この馬。まあ多分和田がなそのまま乗ってるってことは。レースです。パーソナルエースステークス G1 サートア競馬場ダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはエントリーカリフォルニア。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエントリーカリフォルニア鼻に立ちます。その後ろからはカルテッドグリーンです。この馬も上がっていく構えです。ちょっとコースロスが、ブレスバータックス、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。先手を取ったのはカルテッドグリーンです。少し間が空いてミザールダイヤモンド、並んで G1 馬クライドローン、その外からミュージックノート、その隣にエントリーカリフォルニア、その横にアポロスターク、天の瀬家中いい位置です。内からはデイビーンズアドラーブル、オレンジの帽子パピルスアップル、その後ろすぐ後ろにココアビーチ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番カルテッドグリーンです。2番手はクライドローン、間を挟んで差しだったと思うけどな。上がってきた。まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終動いてきたよ。4コーナー先頭へ。ここで先頭は天の瀬家中、追い出した。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと200m、これは完全にちぎれた。残り100m、強い。2番手はミュージックノート、天の瀬家中ぶっちぎり、決まりか。天の瀬家中独走、天の瀬家中ぶっちぎりです。2着はミュージックノート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の瀬家中、まさしく日本が世界に誇れる馬です。一番2連勝となりました。
リルマオークスです。ベーナビスタ一番人気128か。うん、淀川騎手やっぱりアイスか、星5ですからね、能力を発揮できるようになってます。なので武豊じゃなくても大丈夫だと、確信しております。レース行きましょう。デルマ競馬場 G1 デルマオークス、おそらく牝馬限定、芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはビバリッジドモックウィズグルーピー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくガンドリアスペシャリスト行きました。続いて前へ行くのはウィズグルーピー、ブエナビスタ後方からこの辺りで各馬第1コーナーにかかります。それでは先頭から先手を取ったのはフォアフォーエバー、青の帽子ガンドリアスペシャリスト、その後ろすぐ隣にウィズグルーピー、ビバリッジドモック、この馬もこのグループ、これに続いてサンセットキャリコー、すぐ後ろにタリムナーが並んで7番サンズレーションズ、その外にシャーペンバニー、その後ろにアスベリーコーナー、内からはトリプルコレクター、その外からベルディマジョリティ、その後ろにアッパースコール、その外にミルノンクラックネル、最後方にブエナビスタ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はガンドリアスペシャリスト、2番手はモアフォーエバー、間を挟んでカリムナーガ、3番手10番ブエナビスタ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか、内から上がっていってますね。王者の争いだ。ガンドリアスペシャリスト先頭、強い、あっという間に先頭へ。先頭に立ったのはブエナビスタ、残り200m、あとは引き離すのみ。後続はまだ後ろ、2番手はリバリッジドモック、最後方からぶっちぎりですね。ぶっちぎりです。2着はウィズグルーピー、3着にベルディマジョリティ、世界の強すぎる、見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧倒です。 G1 6連勝、強かったな。パシフィッククラシック天の気持ちいい一番人気です。128か。コメンテーターですね、やっぱり強いのが。気持ちいいはまだ金札獲得してないんじゃないかな。強敵ですね、コメンテーターは。他アインシュタインプレミアムタップが人気となっております。レース行きましょう。デルマー競馬場 G1 パシフィッククラシックだと 2000m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはインプライドオフェンシブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくインプライドオフェンシブ行きました。続いて前へ行くのはコメンテーター、さらにはプレミアムタップ、漆黒の馬体ティズウェイ、その後ろコメンテーター、先手を取りました。13番天の気持ちいい、2番手を追走しています。これに続くのがゴーンフィッツカルド。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。間が空いてアインシュタイン、青の帽子デイトプール、その後ろ、その横にウェルアームド、その外にサーティクレディター、その隣にジャイアンツエース、その後ろからはホリデージャッジ、並んで G1 馬クワイタバイタリティ、最後方にチャートソード、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番コメンテーター、2番手ですね。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。コメンテーターマークするように進んでいっております。コメンテーター
2番手は天の気持ちいい、絶好の手応えです。インプライドオフェンシブ3番手天の気持ちいい。さあ気持ちいい、あコメンテーターをつもうかわしましたね。追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コース、コメンテーターまだ粘ってますが、あ引き離すぞ。ここで先頭に立った天の気持ちいい、あと 200m 引き離したコメンテーターを。2番手はこれはあとは独走、この馬で決まりか。やりました。1着2着はコメンテーター、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。安定からきっちりコメンテーターを差し切りました。 G1 5連勝となります。そしてサマーチャンピオン天野ノートレはサーケイ馬場の、交流重賞ですね。ノートレはもう確か金札確定してなったっけ。ドンクールあたりもちょっと怖いよな。ダイジェストです。サーケイ馬場 JPN3 サマーチャンピオンダート 1400m の交流重賞です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。アドマイヤスバル先頭、内からぐんぐんと天野のウトレ、残り 200m を通過して天野のウトレ追い上げてきた。天野のウトレ抜けた、抜けましたね。2番手はアドマイヤスバル、先頭は天野のウトレ、1着でゴール。2着はアドマイヤスバル、3着にビクトリーテツニー、勝ったのは天野のウトレ。おっと、キザレベル3にアップ。飛行距離微妙だな。 BSN 賞はマノキャンキャン登場、オープン特別か。1番人気クラブは凱旋ダイヤパルも、ダイヤパルってどういう意味だ、出ております。ダイヤなんだ、ダイヤパールか、あのポケモンですね、ダイヤモンドパール。さあキャンキャンはグリグリです。ダイジェスト、新潟オープン特別 BSN 賞ダート 1800m のです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭だ。天野キャンキャン先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m、 後続を引き離しにかかります。もう2番手は前は凱旋ダイヤパル、届かないでしょう。強さ完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着は凱旋ダイヤパル、これは物が違う。天野キャンキャンクラブはダイヤパルを2着に入りました。さあトキステークス、クラブはマイネレーツェルですが、ちょっと厳しいと思う、まあ、ハートオブクイーンで勝ですね、勝利馬は。さあ凱旋浅田真央が新潟に2歳ステークスに出ました。人気はリディール、リディールはグリグリ。さあ真央もまあ印ついてますね。あとエシンフラッシュですね。さあダイジェストいきましょう。新潟2歳 G3 新潟2歳ステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。リディル先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。リディル先頭、突き放しにかかります。あと 200m、 リディル余力は十分、さらに引き離していく。強いなリディル、凱旋浅田真央。リディル先頭だ、先頭はリディル、浅田真央2着に入ったんじゃないの。凱旋浅田真央1番人気に応えました。リディル見事です。強かったリディルは。
キーンランドカップ、天の線の風です。天の花盛り1番人気2番人気を占めております。あとプレミアムボックスローレルゲレールあたりか。さあ、花盛りは戦法を変えられますが、差しでいってみましょう。ダイジェスト、札幌 G3 キーンランドカップは芝 1200m の電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。プレミアムボックス先頭、2番手はローレルゲレイド、後続はプレミアムボックスに会えた。プレミアムボックス強い強い。プレミアムボックス圧勝ゴールイン。2着はローレルゲレイド、3着に天の花盛り、見事に勝ちました。プレミアムボックス。線の風は5着。本当さあ、1期6頭入球となります。ブルーレイルーラーシップ、天のトゥルース、天のアイフォン、天のアラフォー、カレンちゃんですね。さあ海外は 3レース、札幌2歳ステークス、カタノポニョ重賞初制覇を狙います。カタノフェイトも登場です。気持ちいい。16勝お、ジャンプフランケルです。フランケル柵越えですね。さあ、シャメールオールカマーか。距離的性的には間違ってないな。さあ、ウドウドに出ます。勝ちたいんやが、まだ4勝です。とりあえず南部杯ですね。健康値が全然ダメなんだよな。無理はできないが、来年までしかない。勝ちたいんやは世界に花がオールカマー、19勝なんで、ね、さあ金車さんは戦闘類出ますが、どうしようかな。まあでもこれでいいや。金車さんはまだ引退しなくていいよね。でも確率引退の時は迫ってると思う。いつまで出るんだ。2008年以降なんだ。翌年ってことは2011年も走んのか。ああ、秀司か。めっちゃ短距離戦ですね。まだ来年も活躍するってことになります。金車さんの奇跡。遅めなんですね。まあ、短距離のスペシャリストですね。一応柔軟性上げてますが、他がもう上げる必要がないだけで。そんなこれって大丈夫だっけ。多分ユーソナいけると思うんですけどね。
で、スカチューが、うん、スカチューも問題なし。ジュピターが、ジュピターと一緒なんですよね。もうなんとか取ってほしい。本当に取りやすいレースなんですよね。ちょっと待った、牝馬限定の2400があった。いや、これは取れるでしょう。ベルメイ優勝取りに行くべきだ。さらに健康度が低いのか。賢さも S だからな。お願いします。お、精神力が B に上がりました。これは嬉しい。あと一勝なんです。本当に金札まで。さ、肩当てね、これはもう衰えてんで厳しい。ハイポット15勝か。空き店に出るんだ、うん、海外出ていいんだけどな。2月の4週ぐらいから。4500万か。三上が出てるから。出るとしたらもう凱旋門賞とかだな。凱旋門賞出るべき馬がいないのかな。コンデュイットとか。コーンフィールド。行ってみるか。コーヒールド、これってメンバー G3 クラスか。まあ、賞金は稼ぎたいですよね。でも普通に考えたら勝てる気がするんだけど。 JC ですね。次は JC 行きましょう。着歌が今何勝、6勝、あと2勝ですね。健康は大丈夫だからメンタルが上がれば全然着歌チャンスあります。寿命が問題ですよね。なんで、まあ、マイルっていうのは正解だけど、もう一層勝てるレースがあればな。でも10月多いし、まあ、例えばハニカミって今何勝、4勝だからかぶっちゃうよな。まあ、ここかな。でもここですね。ホレ賞行きましょう。チッキーやかぶな。10月1週か。クリミとはキキョウステークスになるのか。カーダ騎手頑張ってもらいましょう。で、着歌がこれでいいや。ノートレ、ノートレはまあ厳しいだろうな。もう南部杯出しますが、で想定内が、
想定内も一生できてないんだよな。なのでこんなとこ走れるわけがないんで、あ、でも想定内これ覚醒なんだ。覚醒だったらまだ頑張って走ればチャンスありますね。スピードが本当にないんだよな。ちょっとローテきつくしても鍛えたいですね。ドロロがいるだろう。これは芝？ダートか。ダート多いんですよね、この時期。なぜか。交流住所も多いのになんでこんなダート多いんだ？オパールかな。あ、なるほど。もっと距離長いです、出れるんだ。本当はこのレース出ていいんだけどな。毎朝刊とかいいかな。毎朝刊とか出ましょう。ギリギリまで走ってもらうしかない。専用の2600か。まあでも寿命がまあ問題だよな。稼げるレースに出て引退だろうから、これとやっぱり香港カップがいっぱいいっぱいだろうな。これで引退してもらいましょう。小泉は JC か。え、 JC は長い長い。2000がぴったり。あ、起点だね。 JC は出ない。まあ、毎朝刊とかでもいいですが、稼げるレースに出たいな。コメンテーターとぶつける。あ、ダートか。全にあったが BC クラシックの前に、5歳だよな、全にあった。ここでもいいの。ここ出しましょう。で、アマノハウルか。ハウルは10勝か。ロデオドライブ。けど戦記はこれで、8勝上げてるけど、これで満たしたってこと、条件を。そうですね、そういうことですね。やりました、ゲド戦記。まあでもまだ走れそうですね、ゲド戦記は。ここから輪島騎手に頑張ってもらって、スマートハルコアート2勝です。
月の3週ぐらいからのレースに。トラックハンデ。全然勝てそうですけどね。トラックハンデ行きましょう。武豊。ブルースリーもやっぱり確実に勝ちを積み上げたい。千の風はいや無茶でしょ。 G3 すら勝ててないのに13の2400。なんで村ドロシャーショーに登録してんだこれ。あーじゃあーごめん天の椿の方か。ん？千の風が13の2400だから合わせステークスあたりかな。ちょっと重傷にしては軽いんでチャンスあると思います。いやあーどうなんだろう、失敗したかも。さあ椿は8勝です。8勝ですね。でもこれって武豊がもともと安城か。イナバワーがなるほど。ああでもここ休ませるととしては楽だからな。あ、違う違う。項目はリリースペリュードは大丈夫ですよね。これかセントレジャー長距離戦ですね。これで菊花賞で参加を目指します。さあシルズステークスで重賞初制覇を目指す。ブエナビスタここも勝ったんでこれで6勝あと2勝秋華賞で牝馬3冠を目指します。で初音ミク、まあまあこれからですよね。ブラックキャビアとかまあ短距離戦は正解でしょうからね。まさかにも出んのか、まあ、悪くはないけどもうちょっと待ってもいいかも。こちら牝馬限定もありますからね。
チオンステークスだ。これに出しましょう。距離はギリギリ持つからな。でラキスタがローズステークス。とはちょっとこの状態だったらアポアイで行くしかないっていうところですよね。さっきキニクズン帰郷、いや帰郷はないでしょうさすがに。ということで早熟ってこともあり 2勝目を狙いますよ。戦2の戦後9月の3週以降このレースです。あなたとはもう出るのか。でさらに多分10月の初旬ぐらいまで行けそうなんで、バウンちょっと要注意かもね。あと思った、これなんで2歳以上なのか。これさあここは芝か。ルーラシップを芝。ブルーレイもは両対応ですね。ポニョは、なるほど。まあ早く重賞制覇をしないといけないってことで、ね。見合いに行きます。まあ休ませてもよかった気もするけどな。トゥルースがトゥルースを千葉グーもデビュー戦が近い。 iPhone 千葉で、カレンちゃんも芝、あ、両対応なんだ。カレンちゃんってシーツのジョッキーって誰だったんだろう。ちょっと見てみよう。カレンちゃん、池添騎手か。大きくなった時は。スプリンターズと高津宮記念っていう短距離を主に制してますね。短距離しか出てない。カレンちゃんは。なのでうん、とりあえず主戦を池沿いにチェンジです。頑張ってもらいましょう。池沿いない。池添って出場権にいないのか。じゃあこれだと塩化とか乗せられるんだ。え、池添のジョッキーって誰だ。ウィップでいう
現在細田隆夫ですね。なんかペンではなんかシーツ池添騎手がなんか実名になったみたいですけど、細田5ですね。では最初からもう乗せよう。これでいいな。プレミアムボックス。最上位楽しみです。まあ G1 4勝なんで、では行きましょう。ネクスト、ウッドウォードステークス金引きり一番人気140。レイチェル・アレキサンドラが今回立ちふさがりますね。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 ウッドウォードステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。レイチェル・アレキサンドラ前に行きそうです。アムール・クリスマス、それに続いています。サートン・ビレッジ後方から先頭に戻りましょう。ファイティング・スティール先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続くのがハーフ・スピア・フィッシュ、2番金引きり2番手を追走しています。その外にレイチェル・アレキサンドラ、その外からアムール・クリスマス、その隣にギャロップ・トレール、ソード・ジューン、それに続いています。これに続いてアンシェ・ディッパ・ドリーム、青の帽子、ティグレストレード、その後ろサートンビレッジ、すぐ後ろ並んで9番フォークジンクス、その外にフォーマルハウトヴィンテージ。さあ先頭は依然として1番ファイティングスティール、アムールクリスマス、ほとんど差がありません。レイチェルアレキサンドラ3番手金引き、なんか行きっぷりが良くないな。ここ金引きりは後続集団も追い上げにかかります。厳しそう。さあ先頭はさあでも上がってきて一気に先頭へ。カーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭変わりました。あとはもう独走かな。先頭は金引きり、残り 200m、 後続はまだ後ろ。もうぶち切りですね。ドラ金引きりこの馬で決まりか。やりました。圧倒的な強さを見せました。2着はレイチェル・アレキサンドラ、3着にハーフ・スピア・フィッシュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金引きりまさしく日本が世界に誇れる馬です。ドウォードステークス連覇となりました。スプリントカップ天の神一番人気121、まだ金札取ってないんで追加されてほしいですね。さあ、レース行きましょう。直線競馬で行われますスプリントカップ G1ヘドックパーク競馬場芝 1200m での電撃戦です。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはロックベンチ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくロックベンチ行きました。続いて前へ行くのは天のハニカム、さらにはスパイラルシュタイン、11番スナークオート、その後ろ先手を取ったのはロックベンチ、ソウトベルディ、すぐ後ろ内からはマーキュリーナックル、その外にイノセントナシュア、その外からティマーナチュラル、バーディーティフラムズ、そのうちに続いています。ダルクグローリー上がっていきました。内からはキングオブザショー、内からはナイトカーペット、その外にグレートソフィア、上がってきたね。ルスラップ内から、それに続きます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 さあ先頭は今度は天のハニカム、ハニカム勝ったな。ティマーナチュラル、天のハニカム、差を広げる天のハニカム、勝ちました。強い強い天のハニカム、圧勝ゴールイン。2着はティマーナチュラル、3着にヌーベルスラップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のハニカム、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やばい、完全燃焼はいらん。バンデータン賞、天野ブログ一番人気122、もうすでに金札確定しているので、気楽に運べます。レースです。バーデンバーデン競馬場 G1 バーデン大賞、芝 2400m です。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カバルリーマン、これは好スタート。ビジオンデタ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくビジオンデタ行きました。続いて前へ行くのはカバルリーマン、さらにはシリーズデザイン、7番パーティングバラクーナ、その後ろビジオンデタ、先手を取りました。間が空いてポリネシアンソフトリー、赤の帽子サイクルグローブ、その後ろ、その外にポモナピート、サミングインテンション、そのうちに続いています。内からはキャンパノロジスト、その外からザンベジさん、さらにはコンポージャープリンセス、内からはバスティアロマネコンティ、並んで古豪エターナルアート、天野ブログ、後ろからすぐ後ろにスプレンディドカントリー、最後方にブーリーフェーム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番ビジオンデタ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてカバルリーマン、その隣にシリーズデザイン、その後ろからはポリネシアンソフトリー、これに続いてサイクルグローブ、並んで9番サミングインテンション、その外にポモナピート、内からはパーティングバラクーナ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。その外にザンベジさん、前はビジオンデタ、2番手はカバルリーマン、シリーズデザイン、3番手2番天野ブログ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も結構後ろですね、ちょっとやばい。先頭はビジオンデタ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。上がっては来ている。先頭届くのか。ビジオンデタ意地を見せる。残り 100m、 2番手は届かそう、いない。一気に天野ブログ、ビジオンデタ、ビジオンデタ、1着2着は天野ブログ、3着にスイーズデザイン、勝ったのはビジオンデタ、見事な勝利です。残念。早く絆を上げたいところです。さあ、札幌2歳ステークス片野ポニョ一番人気、重賞初制覇を狙います。サイレンスーカース競泳マーチ、あれどっかに似たよう、何かの全弟だ、全妹だよな。新年富士ダイジェストです。札幌 G3 札幌2歳ステークス、芝 1800m です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。あ、もうスピード差がありますね。大きくちぎれました。2番手は栄進アポロン、後続はこれは強いわ。勝ちましたね。圧勝ですね。強さを見せました。2着は昇竜ムーン、3着に栄進アポロン、1番人気に応えました片野ポニョ、見事です。これはね、次もう重賞へ、重賞じゃない海外 G1 とか、スタート、逃げ馬に必須のスタートです。さあ新潟記念片野フェイトですが、4番人気か。クラブはキャプテントゥーレ、凱旋リベンジが続いております。1番人気はエイシンデュピティですね。フェイトは届かないよな。レッツゴー霧島なんかもいますが、ダイジェスト新潟 G3 新潟記念芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンデピティ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エイシンデピティ厳しいな。先頭あと 200m、 一気に後続がやってきた。一気に捉えるか。キャプテントゥーレ、キャプテントゥーレが抜けた。一気に凱旋リベンジ、キャプテントゥーレ、キャプテントゥーレ1着、2着にはどうやら凱旋リベンジ、3着にエイシンデピティ、見事に勝ちました。キャプテントゥーレ、なかなかを好タイム。フェイトは人気順、人気通りを4着か。さあ海外は2頭ですね。ゲド戦記は8勝も挙げている。ニコニコは3勝目を狙います。セントイギス、セントレジャー、セントレジャーってどんなメンバーなのかな。まあそんなに強いメンバーとは思えないが、勝つことできるのでしょうか。あとあの花盛りがシオンステークス、天野グーがデビューで、初音ミク、キンシャサオ奇跡がセントウルに出ます。さあ金引きりはウッドウォードを取りました。次はどこへ行くのか。調子はいいな。ただやっぱり健康値が低いんですよね。やっぱもうあそこでしょう。あーでも問題は、でもまあ行くしかないな。ゼニアッタか、まあ、どっちか取ってくれればいいかなっていうことで、2頭出し勝負です。で、ハニカミがこれで5勝目です。あとシャドウェルターフ、そうか。ポニョがこれで重賞を狙いに行きますね。 B かスピード値は 戦後の2200、
ず一周項目しときましょう。お父さんとは児相は放牧か。春日の次のレースを決めたい。ダート馬だっけこの馬。シガーマイルハンデってなってますが、できればその前に早く。スピンスターって持つの？距離上限か。悪くはないが、あー、ゼニアッタがポジティで、アラバは取ってるから楽なメンバーじゃないな。こっちに行きましょう。チームはあと一勝ですね。一勝だけど交流重賞もあるかもな。なのでまだ着実に勝てるレースを狙うしかないってとこです。オーサマーゲインとかか。フォア号って G1 だよな。じゃあこの馬は強い。あとはこれか。これも G1 だからな。まあこれならこっちだろうな。オーサマーゲイン。南部杯かいいと思います。さがこんなとこ出るなんて。凱旋愛知博だ。天の初音ミクも出るんですがちょっと印がない。そして肩のポニョ。じゃあ行きましょう。ネクスト。とバインマイルステークス天の毛戸戦記です。一番人気コネリアン・ディクターウェイがいますね。キップデビル。この辺が立ちふさがりそうです。ではレースです。ウッドバイン競馬場 G1 ウッドバインマイルステークス芝 1600m マイル戦です。
こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。フェイバーエア前に行きそうです。ヒップデビル、それに続いています。さらにはソングラインイブリッド、古豪、クォートフォース、その後ろクォートフォース、先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。イグジットアラナス、それに続いています。ドラマアルタグレイシア、それに続きます。内からはアルクピクターティー、その外からコーネリアンディクタウェイ、並んで6番ステータスリブ、その外にバトルウール、アマノゲドセンキ、この位置です。ピンクの帽子ブロークンネイル、その後ろからはプレザントバドミントン、しんがりからベンチュラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番クォートフォース、2番手はソングラインイグリッド、イグジットアロナス、なんか割ってきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はヒップデビル、外からアマノゲドセンキ、あと 200m、 つまらないよ。ヒップデビル、2番手はアマノゲドセンキ、この手応えはどうか。ヒップデビル粘る、ヒップデビル届かない。1着、2着にはどうやらアマノゲドセンキ、3着にベンチュラ、勝ったのはヒップデビル、見事な勝利です。イギリスセントレジャー、マノニコニコ1番人気、120、抜けてるようには見えますが、果たしてマスタリーか。セントブリーチってどうなるかな。あ、全然ダメだな、少なくない。さあレース行きましょう。さあ長丁場ですね。菊花賞のベースとなりましたイギリスセントレジャー、 G1 芝 3000m の長丁場、ドンカスター競馬場で行われます。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、コールザサティスフィー前に行きそうです。フジヤマテッサ、それに続いています。さらにはセイントプリーチ、5番マスタリー、その後ろバーディタイト、先手を取りました。好位置をキープしています。アマノニコニコ、その隣にサラストニュートロン、内からはタピスアドマイヤリング、緑の帽子カスタネットピローグ、その後ろその横にハッピーメドウ、並んで漆黒の馬体イブニングカリム、すぐ後ろにニコニコ3番手ですね。サウスベジタブル、すぐ後ろその後ろからはボーンアウェイ、並んで足毛の馬体グレースチーム、すぐ隣にカラリンベネチア、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。12番セイントプリーチ、レースを引っ張ります。すぐ後ろにマスタリー、好位置をキープしています。アマノニコニコ、そして大きく離れてバーディタイト、この位置です。並んで15番サラストニュートロン、ダッパーパール、それに続いています。フジヤマテッサ、そのうちに続いています。その外にカスタネットピローグ、並んで16番サウスベジタブル、すぐ後ろにハッピーメドウ、内からはイブニングカリム、並んで7番ダピスアドマイヤリング、カラリンベネチア、この馬もこのグループ、その外からボーンアウェイ、その後ろにグレースチーム、しんがりからコールザサティスフィー、もう一度先頭から12番セイントプリーチ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてマスタリー、好位置をキープしています。アマノニコニコ、さあ間が空いていつでも外へ持ち出せる体勢を整っている。直線コースに入りました。並んで15番サラストニュートロン、その外にダッパーパー、直線勝負で果たしてどう働くのか。さあ先頭はまだ12番セイントプリーチ、2番手はアマノニコニコ、絶好の手応えです。マスタリー、3番さあ追い出した。アマノニコニコ、あーっとちょっと一貫歩目が出遅れたが、あでも日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わってマスタリー、あと 200m、 マスタリーこのまま振り切れるか。あーっと差がつまらない。アマノニコニコ、マスタリー先頭だ。アマノニコニコ、マスタリー1着、2着はアマノニコニコ、及ばないな。3着にゴールザサティスフィー、敗れました。マスタリー見事な勝利です。
ちたかったんだが。さあ、シオンステークス天の花盛り一番人気です。ダイジェストです。中山 G3 シオンステークス3歳牝馬限定芝 2000m、 これは秋華賞トライアルです。4コーナーカーブから直線コースに先頭に踊り出た天の花盛り、先頭あと 200m、 先頭は依然として天の花盛り、2番手はビアジーナ天の花盛り、この馬で決まりました。天の花盛り強い強い天の花盛り、圧勝ゴールイン。2着はテンマプラム、3着にビアジーナ天の花盛り、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。まあ、でも本番出るかどうかはわからないよ。中華社1頭強い馬がいますからね。ギザレベルアップ、避けたいな。さあ、天の宮がデビュー戦となります。6頭立てか、1番人気。もうダマナカンパニーは母親天の世界カップなんですね。父親新興ウィンディーだから、どちらも関係ある馬ですね。さあ、ダイジェストです。中山2歳新馬戦、2歳限定ダート 1800m、 天の宮メイクデビューです。短い直線に入って後続は届くかどうか、残り 200m を通過して天の宮余力を十分広げるか、さらに引き離していく。打ち切りだ。2番手はダノナカンパニー、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はダノナカンパニー、これは物が違う天の宮。クラス B とか A とかかな。京成杯オータムハンデ、天の初ミクは3番人気か。 NHK マイルカップ2着ではあるんですけど、クラブは凱旋愛知博トライアンフマーチも出てますね。1番人気マルカシェンク、2番人気マイネルアリアンス、当選キャプテンが3番人気か。さあ、これ戦法を変えられます。先行策でいってみましょう。ダイジェスト中山 G3 京成杯オータムハンデキャップ芝 1600m をマイル戦です。さあ、いよいよ直線の攻防、アーネストリー。なんか伸びないな。残り 200m を通過してアーネストリー伸びてきた。2番手はレインボーペガサス、ここでようやくマルカシェンク、アーネストリー1着、2着にはどうやらレインボーペガサス、3着に天の初音ミク、勝ったのはアーネストリー。セントールステークスキーシャサの奇跡一番人気。まあ、当然短距離接近しているのでグリグリとなります。まあ、これ通過点ですね。ダイジェスト阪神 G2 産経賞セントールステークス芝 1200m を電撃戦です。さあ、直線に入りました。さあ、もう先行だ。金車差の奇跡、先頭あと 200m、 後続を引き離しにかかります。もう話にならないですね。とてつもない強さ。そりゃそうだ。2番手はダノンゴーゴー、金車差の奇跡、独走金車差の奇跡、圧勝です。ぶっちぎりです。2着は微妙です。これが G1 馬だ、金車差の奇跡。
1分6秒1レコード。さあ、海外4頭ですね。この週を最後の週としたいと思います。石フォワードか。さて、キンシャサは放牧。まず初音ミク、オタマハンです。3着か、まだまだですね。8500万か。 NHK マイルカップ2着ですからね。一旦2周放牧しましょう。そしてグーは強かったです。牝馬だろうから、これだったらもういきなり挑戦させましょう。C 機種かな。海外は内パクもか。内パクもいいかもね。一泊挑戦。花盛りはシオンステークス勝った。だからといって秋華賞なんか通用しないだろうな。まあ、まず2周放牧を上げた後どこに出すかですね。マイル戦かな。スワンステークスあたり出しましょう。中踏みたいですね。まだ2個2個は当然菊花賞参加を狙いに行きます。頑張ってはいるんですけどね。叩き合い負けてしまったのは事実。そしてゲド戦記がマイルチャンピオンシップ、まあこれはこれでいいでしょう。あ、でも調子良くなかったんだな。まあ5勝か。いや、ちょっと待ってよ。で、調子上げたく上げられないんだ。これですね、ブリーダーズカップターフ。
本当？エビナが被っている。まあな、竹豊でいいや。そんなん言うんだったら、ラキスタが登場ですね。銀車さんはまあ強いね。金が増えて嬉しいなって言ってます。お、トライアフマーチは稼げるようになってきましたね。年間100勝。クラブ順位1位、リーディングでも、まあ、安平と戦いですね。では行きましょう。ネクスト。ムーンランドローシア賞、天の椿一番人気。127。アゲインが強いね、これ。なんとか勝ってほしいレースです。パリロシアン競馬場 G1 ムーンランドロンシャー賞、芝 1600m のマイル戦です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ボンと飛び出したのはアゲイン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアゲイン行きました。続いて前へ行くのはジェニーコーナーズ、さらにはヒドンエクソン、コムオー、アポリネーラフィニクス、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先手を取ったのはアポリネーラフィニクス、セプテンバーアンジェラ、それに続きます。少し離れてピンクコーム続いています。その外からキャラージャード、ファイブウィンクル上がっていきました。間が空いてベストインセール、後ろからの競馬になりました。天の椿、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。先頭は依然としてアポリネーラフィニクス、2番手はジェニーコーナーズ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。アポリネアフィニクス先頭、外からジェニーコーナーズ、さあ上がってきた。いい足、ここから勝負をかける。天の椿先頭に踊り出たかな。ここからどうか。ここで先頭は天の椿、残り 200m、 先頭は依然として天の椿、残り 100m、 行きましたね。ベストインセール、天の椿、この馬で決まりか。天の椿強い強い。天の椿圧勝ゴールイン。2着はベストインセール、3着にアゲイン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の椿。まさしく日本が世界に誇れる馬です。見事勝利、天の椿。結構強豪だったんですが、強豪相手だったんですが、ここで勝ったのは大きい。ベルメン優勝、天のジュピター一番人気です。今度こそ勝ってほしい。127、ライバル馬で一番でかいのは103ですからね。頑張ってほしいレースです。パリロンシャン競馬場 G1 ベルメン優勝、芝 2400m です。
ここで勝てないとちょっと寿命的に厳しいな。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グリップグリップ好スタート、スマートまあまあのスタートですね。好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグリップグリップ鼻に立ちます。その後ろからはスマーティナレーション、この馬も上がっていく構えです。さらにはアマノジュピター、さあもうジュピター、その後ろグリップグリップ息プリはいいね。大きく離れました。エアリスコンフォーム、ジェモナグラディオラス、そのうちに続いています。その外からシェイディガーデン、内からはデンジャラスデイライト、赤の帽子ルックヒア、その後ろその隣にビンカスエポナ、テイスキプリテンス、それに続きます。並んで5番フォーンシエラ、並んで12番マーリングフィールド、その横にグッドリーマーリン、すぐ後ろにネクストイースト、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからダルヤカナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度古豪グリックグリック、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。 G17 勝アマノジュピター、2番手を追走、並んで4番スプニーダンプティ、これに続いてスマーティナレーション、並んで16番シェイディガーデン、ジェモナグラディオラス、それに続いています。並んで G1 番デンジャラスデイライト、さあ先頭は依然として2番グリックグリック、2番手はスプニーダンプティ、最終コーナーをカーブして、さあ先頭を伺えるか、グリックグリック追い出した、前に迫るアマノジュピター、が伸びがない、スマーティナレーション伸びてきた、ここからこれは厳しい、グリックグリック頑張る、残り 200m 一気に後続がやってきた、あダメですね、一気に足を伸ばす、ブックヒア、シェイディガーデン、迫るシェイディガーデン、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これはちょっともう無理ですね、ジュピター。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう7着金量、ヴィンセント・オブライエン・ステークス、天の送り人、一番人気回戦、あなたとはもう出てまいります。2歳戦かこれ、ちょっとこれで厳しくなったかな、ジュピターは。さあ、気持ちを切り替えて送り人レースです。カラ競馬場 G1 ヴィンセント・オブライエン・ステークス、芝 1400m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはベルベットメイデン、クマールブロンズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクマールブロンズ、鼻に立ちます。その後ろからはベルベットメイデン、この馬も上がっていく構えです。前に戻りましょう。ソングオブアムール、先手を取りました。その外からサンシックス、並んで栗色の馬体ロペデベガ、シャーガートゥーレ、そのうちに続いています。少し間が空いてアイボリーウィンス、その外にエルサンタフェ、内からはクマールブロンズ、その外に凱旋アナタトハ、ここでシャーガートゥーレ先頭に変わりました。ロペデベガほとんど差がありません。天の送り人まだ来ない、後続も追い上げていきます。後ろですからね。あでも上がってきました、送り人。残りあと 400m、 いいですね送り人。どうか日曜、さあ内外に広がってるのわからない。天の送り人残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ。あでも勝ったな、カンフォードクリフス、天の送り人、この馬でやりました。天の送り人強い強い、天の送り人強いね。ゴールイン、2着はカンフォードクリフス、3着にエルサンタフェ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。じゃあ2連勝となります。キザレベルもアップ、海外遠征、これは嬉しい。アイルランドセントレジャーウォーケンブルースリー、一番人気118、クロスファイヤーが109、インクレイスが112、
ライトオブパッチ氏もいますがね。さあレースです。カラ競馬場 G1 アイルランドセントレジャー、芝2800m の長丁場です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スイーズデザイン好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスイーズデザイン花に立ちます。その後ろからはレイベンウェイ、この馬も上がっていく構えです。さらにはタウンガゼルバイジャン、12番ライトオブパッシジ、その後ろ先手を取ったのはスイーズデザイン、そして大きく離れてトロピカルイレブン、この位置です。エミネムオーストリア、そのうちに続いています。その外からカランドジャイアント並んで5番ウェイズトゥイヤーズ、すぐ後ろにカレラファンタジスタ、その外にグランバーハピネス、その隣にミンクレース、アリワウイエス、すぐ後ろオーケンブルースリー、後ろからになりました、うん、白の帽子カロライナサイテーション、その後ろこれに続くのがフローズンファイヤー、最後方にフールズイノセンス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G12勝シーズデザイン依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ライトオブパッシジ、それに続いています。並んで栗色の馬体タウンアゼルバイジャン、トロピカルイレブン、それに続きます。すぐ後ろにカランドジャイアント、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで6番エミネムオーストリア、その外にレイベンウェイ、その後ろにミンクレース、並んで古豪グランバーハピネス、内からはカレラファンタジスタ、並んで5番ウェイズトゥイヤーズ、すぐ後ろにアリワウイエス、内からはカロライナサイテーション、オーケンブルースリー、この位置です。すぐ後ろにフールズイノセンス、しんがりからフローズンファイヤー、もう一度先頭に戻りましょう。3番シーズデザイン依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として3番シーズデザイン、シーズデザインさらにリードを広げます。さあブルースリーどうだ、伸びないか、ここからどうか。シーズデザイン先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。中をようやく割ってきたが、ちょっと前が遠い。大きく引き離しました。後ろはどうだ、2番手はミンクレース、先頭はスイーズデザイン、1着でゴール、2着にはどうやらミンクレース、3着にライトオブパッシジ、勝ったのはスイーズデザイン、見事な勝利です。オーバルスプリント天野ヒーローです。2番人気ダイジェストです。ルアー競馬場 JPN3 テレタバ杯オーバルスプリントだと 1400m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天野ヒーロー先頭、ディラクエ抜けた、ディラクエ粘る、ディラクエ先頭だ、ディラクエ、ディラクエ1着、2着はペラーリクサ、3着に天野ヒーロー、これが地方の実力だ、ディラクエ。ノジックステークスビクトアルピサクラブは一番人気、ミッキードリームとかオリーブハビットが対抗になりますね。ダイジェストです。阪神オープン特別ノジックステークス2歳芝 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。オリーブハビット先頭、1馬身から2馬身のリード、凱旋マリコイヌ懸命に追いすがります。あと 200m ビクトワールピサ追い上げてきた、これ先頭に立った、先頭です。このまま押し切るか、ビクトワールピサ差し切った、ビクトワールピサ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です、これは物が違う、ビクトワールピサ。そうですね、強いね、ビクトワールピサ。マリコイヌもまあ6着で検討はしました。さあセンター、
セントライト記念は当選上段が一番人気となります。テンマブラピがブラビが相手ですが、中山フェスタ、セクリットバレーあたりか。ダイジェスト、中山競馬場 G2 朝日杯セントライト記念、3歳芝 2200m、菊花賞トライアルです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。テンマブラビ先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は当選上段、一気にセイクリッドバレー、2番手はテンマブラビ、セイクリッドバレー、セイクリッドバレー、1着2着は微妙です。セイクリッドバレー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。伸び悩みましたね。当選上段なんとか2着はキープ。ローズステークスアマノラキスタ、一番人気クラブバー凱旋白プランも出てまいります。本勝目は凱旋白プランですね。他レッドリザイア、オリーブシャープあたりも人気となります。さあラキスタは一番人気、ダイジェストです。阪神競馬場3歳牝馬限定 G2 関西テレビ放送賞、ローズステークス芝 1800m、 これも秋華賞トライアルです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。粘り切れるか、もう来られてるぞ。しかしその差はわずか、粘り込めるか。オリーブシャープ足色は十分、刺されそうだ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。オリーブシャープ抜けた、凱旋白プラン、白プランだ。凱旋白プラン、凱旋白プラン、1着2着はレッドディザイア、3着にオリーブシャープ凱旋白プラン、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。4着、2頭だけ、オールカマ2頭だけですね。さあ送り人 GR ホースになりました。そしてジュピター放牧ですね。次どうするかですね。国内のレース正直出た方がいいな。それあ、これ牝馬限定じゃないですか。じゃあエリジョだな。エリジョで勝負するしかない。そしてクリビトはこれ勝ったんで、うん、まあ行くしかないんだろうけど、スピードエースなんですよね。なんでチャンスはあるとは思いますが、ラキスタローズ4着ちょっと厳しいね。まだまだこれからです。まあ、まずは重賞制覇することからじゃないでしょうか。システックスとかもいいけどな。府中牝馬ステークス行きましょう。あ、でもどうなんだろう。まあ、まだ持つかな。
ニコニコはどうするんだ、メルボルンか、なんで一周放牧します。ハニカメは5勝ですね。シャドウェルターフステークス、これってキザーコマンドは使えないか。ヒーローはいいんちゃうでしょ。3610万なんでこれはちょっと無理です。カシオペア登録、ハルヒが5勝あげましたね。まあここしかないかなっていう感じです。10月1週これ何勝だっけ。2勝か。ラバはちょっとやめよう。そうなんだよな。さすがにちょっと厳しいかな。まあでも、ね、出してもいいか。熱血はちょっと完全燃焼するからな。うん、調子上がった。小泉も天皇賞秋春期か。でもここしかないですからね。他に天皇賞秋出す馬がいない。乗ってくれないのか。あ、乗ってくれるじゃん。いや、なんか裏があるなこれ。でも乗せないとダメだよな。うん、かぶらないよな別に。タフネス、いろいろ。放牧してるんでこれでいいでしょう。神は12勝。あと2勝ですが、着足しをできる。着足そんな寿命残ってないからな。
年もあげたい。年かな。脳トレは何部杯。できないよ。ちょっと閉まった。最後シャメールか。これが神戸新聞杯、アプレザンレーブではセーウワンダーですよね。はい、ということでここまでですね。今回はということで複圧を3周まで行いました。8月を3周か9月を3周ですね。8月を4周だっけ。そうですね、5周分を行いました。これで次は秋競馬本番となります。凱旋門賞出せなかったな。まあまあいいでしょう。さあ次回秋競馬本番どのような結果になるんでしょうか、楽しみにしてください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。今後ともツイッチで動画を見ていただければ嬉しく思います。そして YouTube のアーカイブ、2日後11月2日21時からプレミア公開で流します。ぜひこちらもご覧ください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 This Live アーカイブMy YouTube チャンネルアップロード
2days after my YouTube channel. チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitter の旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひアカウントをフォローお願いいたします。またリポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX My アカウント Visit and Follow Please And リポスト And グッドボタン Please、はい、ウィニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。